い、ここは変わってるからないかもしれないCD とか販売してるんですか？ CD とかは他の人のも販売、僕のは出してないんですけどあ、マイクのあ、アンプル、あ、そうか、なんか気を抜けちゃうんだよ、なわけなくていい音じゃない、増えていいからな、増えていいから、あ、あ、あ、リハーサルやるんですか？本番やるの？ライブですね。ね、いらないこの処分ね、やっぱり行きませんよね、そんなね、生き物を壊しちゃいけません。だからね、どうにかしましょう。ということで、今日は一番最初に猫ちゃんの歌を歌います。僕はナレーションやって歌っていくのでよろしくお願いいたします。チビの野良子しおちゃんが光川団地にやってきた。これ通じてる？チビの野良子しおちゃん。俺日本語わかんないって言われてみんな何言ってんだかわかんない。その何言うのわかって。滑舌が悪いって。チビはみんなの人気者だ。しおちゃんについてみんなで井戸端会議。またしおちゃん会議って言ったら通じてますこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。あいつは耳が悪いんだよ。そうだよ。年なんだよバカ野郎。と俺もうショック受けちゃって、ついてないか、今まで歌ってたら何だろうと思ってね。じゃあ、しのちゃん、しょうちゃん会議って聞こえるのって、しのちゃん会議。しのちゃん会議ですかね、しのちゃん会議。ね、あくまでも猫の歌ですからね。でも人間の歌だって、ほんとさ、ふざけんじゃない本当に。じゃあ、しのちゃん会議って歌ったよ。しのちゃん会議、しのちゃん会議、みんなでしのちゃん会議。小学生もおばさんもおじさんもお兄ちゃんもお姉ちゃんもみんなでしおちゃん会議。しおちゃん会議、しおちゃん会議、控え区団地でしおちゃん会議。しおちゃんのご飯について、しおちゃんの健康について、しおちゃんの将来について、しおちゃん会議。あーでもにゃー、こうでもにゃー。しのちゃん嬉しそう、尻尾をフリフリ、みんなも幸せそう。しのちゃん会議、しのちゃん会議、はい。違うでしょ、ちゃんとしのちゃんが言って、はい、リピート。しのちゃん会議、しのちゃん会議、リピート、はい、しのちゃん会議。しおちゃん会議、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 しおちゃん会議。コーラスデスフォンですね、やっぱコーラスデスフォン。今年の回想、本年先生が生きることなんで大したことじゃないって言ってふふっと終わったそうだ。歌はどうでもいいじゃないかね、ね、そういう歌です。どうでもいい、死のうが生きようかどうでもいいじゃないかな、今こううまくいこうかいくまいかどうでもいいじゃないか。失恋しようが失業しようが倒産しようが入院しようが死のうがどうでもいいじゃないか。心が痛いんだったら痛いままでいいじゃないか。飯が食えなかったらそのまま死んじまえばいいじゃないか。死にたいんだったら死ねばいいじゃないか。どうでもいいじゃないか。意味ある人生なんか何もないぜ。絶対的なものなんか何もないぜ。綺麗な姉ちゃんも50年経てばチンポ立たないで。今元気なやつも100年経てば鼻か焼き鳥かパンダになっているよ。結局そんなもんだね。
え、ケンコさん大したことじゃないんだぜ。真面目に考えるなよ。猫ちゃんとインナミックとセックスと仏様のこと以外はどうでもいいじゃないか。はい、どうでもいいじゃないかって言ってたんですね。ダメダメパタダメダメダメまたダメよ。男は忍耐よ、我慢よ、我慢よ、我慢よ。